はい、本日は子の成り立ちについて解説します。どうぞ最後までご視聴ください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。書き方はこのようになります。読み方は音読み、子、訓読み、古い、いにしえ、画数、語学。部首は口部、通称口、口辺、画数、三角。口部は祝詞の器の形である彩の形を示す。また後期の形声文字においては口の部分、口の動き、口を使った行為、簡単の言葉などであることを示す。篆書体の書き方はこのようになります。口語体の書き方はこのようになります。金文体の書き方はこのようになります。解説。会意文字である。会意文字とは象形文字や指示文字を組み合わせてさらに複雑な意味を表そうとしたものである。銃と口とに従う。銃は方形の縦の形である。口は彩、ノルトの器の形で中にノルトの塩を収める。このノルトの効果を維持するためにはこれを安全に守ることが必要であり、それで器の上に正規としての盾を置いた。なお厳重に守護する必要があるときはさらに外囲いを加えた。これを固いという。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。